とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。アイテムをすべて見せてくださいということですね。1年ぐらい前に確か動画でやったと思うんですけども、最近やってないですよね。お見せしましょう。そこそこ、1年前よりは変わってきたかな。で、取ってる装備が基本的に、黄金の263で、黄金スキルが3のやつを大体取ってます。はい、まあツタのムチとかね、うん、ソーブレード、まあまあエンチャつけてるやつは、現役で使ってるやつっていう感じです。まあこのツタのムチは使おうかなと思ってますね。で、基本的に黄金はリフレッシュ、虚無、あと重力っていうのが武器は残りやすいっぽいね。あとクリティカルね。うん、まあそれぐらいじゃないかな。吸血ね。うん。やっぱなかなかね、タワーで決まった黄金スキルばっかり出るので、珍しいやつだ。これ珍しい！ダイナモ3つくの珍しいな。こんな持ってたんだ。うん、なんかこういうね、珍しいやつが、ついてくれればそういうのは取っておきたいですね。はい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 、こんな感じです。闘志の締め具に重力ちょっと微妙かと思うんですけどね。はい、あーこれ3か。あーこれはいらないな。これいりません。3があるのに1はわざわざ使わないね。で、槍最近使ってないですね。うん、槍はまあ重力でもいいし、虚無でもいいし、リフレッシュでもいい。うん。まあ最強は作りやすいでしょう。はいはい。ああ、この闘志の締め具いいね。で、星夜、花火。ああ、このイベント装備っていうのも、まだ全種類はないんだよな。全種類集めたいね。まあまあ、武器は結構あります。まだあるみたいですね。あーで、これ249だけども、まあなんか、全部採掘者にしようかなと思って取ってたやつかな。なんかそういうやつもたまにはあります。でも基本的には263の、黄金スキル3のやつを基本的には取ってますね。うん。はいはい。あーでも、そうね、まだカスタムしてないやつが多いので、どんどんカスタムはしていかないといけませんね。なんか溜まる一方だ。うん。取ったはいいものの、カスタムしていってないっていうやつが多いですね。うん。ちょっとカスタムをしていかなきゃいけないけども、金が全然足りない。追い打ちがつくってなかなか珍しいもんね。追い打ちの星なきよりいいね。はいはいはい。まあまあ武器はまだまだありますけども、こんな感じですね。うんうん。これいらないやろ。まあ一応取っとくのか。結構いらない。あ、これも別にいらないか。あ、いや、補助武器としてはいいのか。はい。まあ武器は、こんな感じで取ってます。エンチャントしてあるやつが、まあ現役で使ってるやつっていう感じですね。で、弓ですね。で、弓も同じく、基本的には263が欲しいけども、そうだ。弓はなかなか難しいんだ。だから251がちょっと多めではありますね。でも基本的に黄金は、3がついてるやつを残してます。うん。ハープがね、もうちょっとなんか欲しいんだよね。虚無さんとかのハープはあるけども、虚無さんじゃなくてマルチショットとかがついててくれればカスタムしやすいんだよな。はい。ああ、この冬の指先は現役でよく使うやつですね。連鎖反応3がついてる。弓は黄金に連鎖反応3つきやすいので、なんか冬の指先とか、ピンクスコンドレル、あの辺は作りやすいよね。はい。あ、で、ショート棒系はちょっとね、251が多めです。愛のスペル棒だけ、確か263があったかな。
グリーンメナスね。うん、ああ、このバーストボーストリングがつくともう大当たり。バーストボーストリングつくともう間違いないね。まあ出ないけど。うん、あとこのクールダウンショットね。出ればもう間違いない。なかなかつかないけど。これいらないでしょ。浮遊射撃さんいらないけどな。これもいらない。まあ一応取ってるんでしょう。もしかしたら使うっていう感じでね。クモの巣、まあ、冬の指先あればいらないけども、まあ見た目としてはこっちの方がいいので、これもちょっとカスタムしていきたいところか。はい、いや、ほんとカスタム全然してないね。うん、カスタムできてない。なので、ちょっと、金を貯めて、カスタムしていかないとね。はいはいはい。まあ、弓はこんな感じです。はい。で、防具ですね。防具も基本的には263だけを残すようにしてますね。うん。で、防具もね、黄金がなかなかいいのつかないのよ。クールダウン、ポーションバリアがつけば間違いないんだけども、なかなかついてくれない。この輝くローブもね、すごくいいんだけども、これも、あれだね、251しかないですね。このウィザーアーマーはね、本当に超レアだった。しかもこれカスタムしてないからね。これカスタムなしでこれなんですよ。確か2年前ぐらい出たかな。2年ぐらい前。タワー半年ぐらいした時に、ポンって出たんだよね、ウィザーアーマーのクールダウンさん。これはね、ビビったね。もうずっと今でも使ってる装備ですね。ポーションバリア、雪玉、デスワーター。これもよう揃ってくれた。この装備欄に、カスタムっていう表示がないと、ちょっとなんかレア感があっていいよね。このウィザーアーマーなかなかいいです。で、ゴーディアンね。やっぱりね、霊気つきやすい。まあ霊気で全然いいんだけどね。霊気で全然いいんだけども、別のやつも欲しい。これ、ヘルスシナジーとか欲しいね。ヘルスシナジー。これの3だったらもう勇者完成だったんだけども、1なんだよね。1じゃちょっと回復量が心もとない。タンブルビーもいい。タンブルビーもいいよ。251だったら、タンブルビーとかね、ついてる勇者英雄はあるんですけども、なかなか263でつくっていうのは珍しいね。難しい。このポーションバリアとかついてくれればマジ最高なんだけど、タワーではまず見ません。はい。まあ、こんな感じですね。防具も。基本的に装備するのは263の、黄金スキル3のやつです。はい。あ、これカスタム、してるのね。クールダウン4のやつだ。これもね、クールダウン4。輝くローブね。はい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 。234? なぜこんな中途半端なやつ持ってんの?なんでだろうね。雪玉さん。いらない。これ売っとけ。大釜ね。見た目好き。で、霊気さんだから、まあまあ使えるっていうやつですね。で、ソウルダンサーのソウルビルドのやつ。2つ持ってるんかい、俺。持ってたか。はい。まあまあ。こんな感じです。このフルメタル最高なんだよね。ヘルスシナジー3がついてる263。これは、めちゃくちゃ強い。で、ミステリー英雄。やっぱ英雄勇者はね、251はあるけども、263がまだないです。欲しい。とにかく。防護でもまあ悪くはないんだけども、できれば違うのが欲しいかな。はい。まあ、とりあえずこんな感じです。ということで、今日は装備欄をお見せしました。今持ってるものはこんな感じですね。まだまだね、欲しいやつはいくつかあるので、それは探しながらやってます。はい。では、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。